思い出のガンプラキットレビュー集。SD ガンダム BB 戦士。G アームズ。コマンドガンダム。SD コマンド戦機。G アームズとは、SD ガンダムにミリタリー要素を取り入れたシリーズです。ナイトガンダムや武者ガンダムが活躍した時代よりはるか未来の設定で、キャラクターの多くが、戦闘機や戦車などに変形するのが特徴。武者ガンダム、ナイトガンダムとともに、SD ガンダムの絶頂期の頃の作品です。コマンドガンダムとは、だらけ切ったガンダムチームの元に突然現れ、ふぬけていたガンダムたちを鍛え上げた、G アームズの総指揮官である。デザインソースは、映画コマンドーのメイトリックス元大佐。猫が大の苦手である。その正体は、宇宙軍大将、V コマンドガンダムで、後に、指揮官の座をキャプテンガンダムに譲り、総司令官となっています。コマンドガンダムの仕事のおかげで、G アームズのメンバーはたくましく成長しますが、ガンダムマーク2だけは仕事に嫌気がさして脱走してしまい、ザタリオンのメンバーになってしまいます。ザタリオン軍神衛隊や、悪の機械生命体、フユーラーの登場により、戦闘はさらに激しさを増していくのでした。キットは、1990年に発売され、値段は500円でした。変形こそしないものの、とにかく武器がたくさん入っており、そのほとんどがスプリングで弾を発射可能という豪華版。武器を合体させることもでき、子供に喜ばれたシリーズでした。欠点としては、弾が小さく、なくしやすい割に、弾の数がちょっと少なめでしたね。